日常会話で大切な2つの基盤のうち、以前に時制を使い分ける力についてお話ししました。今日は2つ目の質問する力についてお話ししていきます。なぜ質問する力が大切なのかというと、英語でも日本語でもどの言語でもそうだと思いますが、質問できると話が広がって相手とより親しくなれます。また自分から質問できると、自分が知りたいことや興味あることについて相手から話を引き出すこともできます。まだスラスラ言葉が出てこないうちは特に、相手から聞かれたことだけに答える受け身のコミュニケーションになりがちですが、うまく話せなくても質問しようとする姿勢で相手に接しているだけで、自分の中から言葉がどんどん出てきて、コミュニケーションが楽しめるようになっていくのです。質問できることはとても大切です。疑問文で相手に質問できるようになっておきましょう。また会話のやり取りの中で相手から質問される機会もとても多いです。自分で疑問文が作れるようになっておけば、相手からの質問も聞き取りやすくなるはずです。最後に疑問文の全体像について触れておきます。疑問文には疑問詞なしの疑問文と疑問詞ありの疑問文があります。文章に B 動詞が使われているか、一般動詞が使われているかによって、疑問文の作り方が異なります。疑問文の作り方について、詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。Thank you for watching. I'll see you next time.